はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話ししていく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田修二です。はい、はい、今日のテーマはですね、イデコプラスって何？メリットは？と、いうことでお話ししていきたいと思います。はい。はい、まあ、視聴者の方から質問をいただきまして、はい、最近イデコプラスというものを知ったんですけども、どういった制度なのでしょうかと。でどういったメリットがあるでしょうかと、いうことで質問をいただきましたので、今回のテーマとして取り上げております。はい、はい、取り上げなかった理由はあまりメリットがないかなそうですね。多分これ視聴されてる方ほとんどね、従業員の立場の方だと思いますので、まあ、その方にはもう自分でどうこうできないから、まあ、そうですね、はい、いらないですよね、で、まあ、会社経営されてる方で中小企業の方の社長さんとか、まあ、がこれどうすっかなみたいな感じですかね、はい、まあ、ちょっと中身、お話をしていこうと思います。はい、まあ、正式名称は中小事業主掛け金納付制度というものですね。はい、イデコの掛け金は基本的に加入者、まあ、つまり従業員の方が拠出をすることが前提となっている、はい、まあ、確定拠出年金の、まあ、個人型ですよね。そうですね。はい、で、ただまあそれに中小企業主の事業主が、まあ、合わせて上乗せして払えるという制度なんですね。はい、はい、だからまあ完全に企業としては持ち出しになります。そうですね。はい、で、まあ、いわゆるこれは福利厚生の一環ですね。はい、まあ、事業主にとってのメリットはこれが全額損金、いわゆるその税金の算定基準に入らないし、まあ法人税とかね、そういうようなものが安くなるというメリットがありますよ。どうせ税金取られるんだったら従業員に払おうかと、っていうのもありますね。はい、でそれとか、まあ、退職金の代わりとして支払うというものもあるかもしれませんね。はい、従業員が辞めていきなりこう大きい金額を用意しなきゃいけないっていうのは、結構中小企業の方にとっては負担になるものになります。まあ、そんなにねキャッシュがこうずっと溜まってるわけではないので、で、まあ、突然辞められるとね、またそのお金を用意するのも大変というふうになりますけども、まあ、これを拠出してしまえば退職金制度はありません。その代わり、このイデコプラスを導入します、はい、ということであれば、会社としては毎月の支払いしてしまえば、もうあとは従業員の方に任せますと、いうことになって、まあ、かえってメリットなのかもしれませんね。はい、僕自身もその確定拠出年金を退職金の代わりに使うのは事業主にとってはメリット、これはもう大企業にとっても多分メリットなんじゃないかなというふうに思っています。はい、まあ、ちなみにマネーセンスも退職金はありません。はい、はい、でこの確定拠出年金の加入を推奨しております。はい、ということはこれあれですか、もしかしたら今その退職金の一時金の制度を導入している会社がまあ、イデコプラスを入れるんで退職金の制度をちょっとやめますみたいな話も出てきちゃったりするんですかね。どうなんでしょう。まあ、中小企業の中でまず退職金制度があるっていうところがね、結構少ないですよね。そうなんですよ。で、まあ、ある場合だったらこちらに乗り換えとか、まあ、ない場合にでも給与はなかなか上げることできないけども、こういうものであればみたいなね、別に給料上げてもいいと思うんですけどね、これちゃんと貯めといてっていうことですよね。まあ、そういう意味ではいいのかもしれませんね。だから、まあ、事業主にとってメリット、もしくは何か追加の福利厚生として、従業員に対して何かできることはないかと考えておられた方にとっては簡単にできるものなので、まあ、いいのかなというふうには思います。はい、ただまあこれ従業員の方は自分がこれイデコプラスやってくださいって言っても自分自身でできないので、そうです、会社が導入しないとダメなの で, そうですね、はい、なので個人の方がまあどうこうできる問題ではないと、じゃあ個人の方にとってメリットがあるのかと言われると、まあそれは自分自身に
まあ、追加で払われるものなので、うんうん、はい、まあ、それはそれでありがたいことですよね。これは上限は撤廃される、撤廃っていうかその2万3000じゃないですか、普通に個人で。そうですね、あの会社員の方であれば、うん、厚生年金のみであれば、うん、そうですね、2万3000円が毎月の支払い上限になります、うんうん、それはそこが例えば自分がマックスで2万3000円出してますと、で企業が5000円出してくれますとか、こういうことにはならない。やはり、はい、2万3000円が限度です。ああ、やっぱそうなんですね、はい、うんうんうん、なので、まあ、あの枠が増えるわけではないので、そう増えないんですよ ね増えるならまあそうね、いいなと。そうね、非課税枠がね、そうね、増えるわけですから。だって企業型に入れば5万5000円だからね。ですよね。でそこまで行くのかなと思いきや、まあ大したことないよねという理由があって取り上げてないと。そういうことですね、うん、だからこれ上限が3万2000円増えるんだったら、うん、ほんといいですよね、はい、うん、そうなんですよ。だからまあ、いわゆる、まあ、こういう制度をやってるのは、中小企業で何もできないところで手続きも自分でやるのもめんどくさいし、お金も払えないみたいな。っていう、その中小の企業に対して、まあ、なんていうんですかね、まあ、簡単に入る程度用意しておきましたよみたいな、そんな感じじゃないですか。結構雑。いや、本当に雑ですよ、これ。結構雑です。もうかなり雑ですよ。雑ですね、それ。まあ、こんな制度作るんだったら、確定拠出年金企業型を簡単に作れるようにしとけっていう感じです。ああ、本当にそれは思う。本当に思う。本当にそれは思いますね。もう規約変更からないから、もうすごい大変なんですよ。うん、もう、それを楽にしろっていうことですよね。うん、そうそうそう、まあ、だからもう、これはあんまり、うん。まあ、企業にとってはメリット、まあ、あの、そういうふうにね、あのしようと思っている社長さんにとってはメリットかもしれない、うん、まあ、その従業員に、まあ、イデコに入ってもらって、うんうんうん、で手続きとかはイデコでしてもらって、うん、であのお金は少し払いましょうという、ね、まさに福利厚生ですね。まあそうですね、うん、はい、まあ、なんといってもね、30年5月からの制度なんで、まあ、これが多分放送されるのが31年の5月ですから、やわら1年越しの、まあそうですねもう令和になってしまいますからね。お、そうですね、はい、もう終わっちゃいましたね、平成がね、はいはい、ああ確かに確かに。なのでまあ遅ければ遅いっていう感じですけど、うん、まああのただまあご質問ありましたので、うん、まあ、イデコプラスってちょっと聞こえがね、イデコのなんか追加でなんかできるのみたいな、おっと枠が増えたかっていうようなね、うん、イメージがあったんだろうと思いますけど、うんうん、もう残念ながら僕らにとっては何のメリットもないないですね。まあちょっと手出しがしなくていい可能性がある。まあそうですね。まあそれはすごくありがたいので、そうですね、あの導入された分にはいいと思いますけど、うん、まあ例えばなんか退職金を制度をやめてこれやりますっていうふうに言われると、うん、僕らにとってはいいんだか悪いんだかよくわからんみたいな、ね、うん。そう、どうなんだってなっちゃいますよね。うん。うんうん、まあそれと結構こう条件があって、もう中小企業でも全く福利厚生やってないというか、うん、そんな感じになっちゃうんですよね。100名以下で企業型確定拠出年金当然やってないこと、うんうん、確定給付型、まあ、あの企業年金ですね、まあ、それをやっていないこと、うん、年金基金にも入っていないこと、うんうんうん、っていうことですね、うんうんうん、もう条件としては年金制度は全くやってない、退職金制度はまあ置いといても、うん、その退職された方の年金やらそういう手当をやってないっていう、うんうん、会社ですね、うんうん、そうですね、はい、うん、中小企業ともなれば意外と母数はかなり多いと思うんで、うんうん、そうね、確かパーセントも書いてありましたよね。まあそうですね、はい、パーセンテージはすごい、うん、だからまあ、 あのそういうメリットはありますけど、僕らにとってはどうにもならんのでということですね。まあ確定拠出年金はもうちょっと制度をどうにかしてほしいな、本当に正直、うんうん、まあ、一応ね、今回の動画としては去年か、ね、確定ということでね、一、うん、つ番組を1年ほどしておりましたんで、うん、まあ、その流れで一応今回取り上げてみようということで、うん、お届けしております、はい、なので、まあ、あの皆さんにとってメリットがあるかないか、まあ、導入されるかされないかって言ったら、まあ、その導入された方が皆さんにとっては手出しが少ないのでメリットがありますけど、うん、まあ、あの大してあんま変わんないっていう、そうですね、はい、うん、っていう感じ、うん、な名前負けですねということですね、はい、はい、じゃあ以上ですね、はい、はい、参考にしていただければと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。これからもお金に関する役立つ情報をお届けしてまいりますので、
もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。またマネーセンスカレッジでは無料で受けられる講座を多数用意しています。動画の概要欄にリンクが貼ってありますので、気になるタイトルがあればぜひクリックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。